さあどうも、遊びの大学学長の、トラちゃんです。ということで、こちらダッチオーブンの今日もね、解説をというか、今日はダッチオーブンを使って、海鮮バーベキューをやっていきたいと思います。お家でできる海鮮バーベキューということでね。まず、ダッチオーブンの下に付属の網を敷いて、そこに水をちょっと垂らしてやる。そんでもってな、ファイヤータイムということで火をつけていただいて。見てこの年季の入った感じのダッチオーブンな。これもうね、かれこれ5年使ってんだよ、もう。5年使ってるけども、これな、あと10年でも20年でも使えそうな年季が入ってます。ほんで、サザエ、これ、サザエがこれ、近くの魚松スーパーでこちら、1個180円で売っておりました。サザエを2つに、そしてあとホタテちゃんも1つ入れていこうと思います。こちらのサザエとかもな、やっぱな、普通にやるよりこうやってな、ダッツオーブンでよ、しっかりこれもう、蓋閉めて、もう、圧力よ。圧力で水で蒸して、焼くことによってじっくり火を通すことによってね、やっぱ素材が柔らかくうまくなっていくって話で、でこのままな20分近くな放置タイム20分近く、そんで見てこれもうすげえ泡がもうシャワシャワして、なんか緑の液体が出てきてる、これサザエたちから、もうちょっとな、もうちょっとそのまま閉じ込めていきます。はい、見てふがふがいい雰囲気の変わらない、これうまそうな蒸気が出て、これはな確実にうまいっていうことだな。これは確実にうまくなる証拠でございます。なこれでそのまま、これ本当にダッツオーブンでいろんな料理に使えるな。これもう海鮮バーベキューでも外でも使えるし、これこのサイズだと家でも使えるからな。家でも使えるサイズのね、こういう調味料じゃね、調理器具っていうのはおすすめです。これいい色して、ほらこれで醤油を垂らして、これ見てください、これうまそう。さあということでね、こちらもういい感じに出来上がって、これシャムコいっていきたいと思います。はい、くるっとくるっとくるりんぱ、綺麗にできて、ああすごい、グロテックスだけでこれがうめえんだよな。これすげえくるっと取れちゃって、この下の苦いところもねうまいっていうことで、はいシャムコいって、はいうまっぺ、これうまっぺ確定演出な。これもうブリンブリン、ピントがあってね、なこれ一眼レフでこれ撮ってるからすげえ綺麗なんで、一眼レフってやっぱいいよな。まあでも基本トラちゃんスマホで撮ってんだよ、スマホで撮ってた。ホタテもこちら、ホタテもうめえんだよなこれ。ホタテはでもな180円と思ってちょっとコスパが悪いな。サザエの方がボリューミーでジューシーでよかったな。サザエの方がいいけど、でも見てこのボロンボロン、奥さん見てこれ、いただきやす、これ奥さんおっさんガキどもみんな見てください。はい、これうまっぺでございました。皆さんもねこちらに、ぜひとも海鮮バーベキュー、これなダッチオーブンじゃなくてもいろんなもんでできるからやってみてください。ブリンブリンでございます、うまっ。